はい、どうも皆さん、やってまいりました、森ちんです。今回もタガタメのアルケミスト、タガタメやっていこうと思います。まずですね、200万人突破おめでとうございます。もうおめでたいですね。で、まあ200万人突破ということで、いろいろ来ているんですけれども、まあいろいろ買いました。僕もいろいろ買ったんですが、まあ何を買ったかっていうと、まあいろいろこううまかったですね。まあこういうのとかもそうだし、あとは僕は何買ったっけかな、あーこれだ、200万のね、この辺買いましたね。あのチケットとか、あとはかけらのねやつとかもそうだし、武具召喚チケットも、その武具召喚チケットはまだ消化してないんだけど、この辺とかもとてもうまかったですね。この辺結構安い上にうまいっていうので、とても良かったですね。で、あとはボックスも欲しいなと思ってるんですけども、あの今日はですね、まあこの石の量を見ていただければ分かる通り、ガチャを引いてこようかなと思います。もうすでにね、結構引いたんですよ、結構引いたんだけど、さらに引きたいなということでね。まずは、今日引きたいのはこれとこれと、これかな。そうだね、1,2,3 個だから、まあ、30連いきたいかなと思ってます。これね、あの優勝席のやつでいけますから、これ武闘派の。ちょっとね、アハトが欲しいんだけどね。アハト出てくれると嬉しいな、これね。真ん中のアハトが来てくれると僕はとても嬉しい。行きましょう、もう早速引いていきますよ。いや、200万ということでね、やっぱそのめでたいじゃないですか、やっぱり。だからね、いや、アハト強くてね、やっぱその刹那とのコンボも強いですし、セイダとのコンボもなかなかいい。セイダがね、すごいやっぱその来るからね、あれが。あ、これ絶対これなんかしら来るよ、頼む、お願いだ。お、これは、ミウナ持ってるんだよな。このね、確定で出る系はどうしてもね、あの1体とかにとどまってしまう時が多くてですね、一応スキップせずに見ようか。一応ね、この確定系はね、結構ね、罠なんですよ罠だったりする。まあ正直ね、あの何、その確実に欲しいキャラがいるんだったら、あの普通にかけらで買った方がいいと思いますよ普通にかけら50のかけら買って、ね、連戦するのが一番だと思いますよ。うん、てなわけで、はい、確定のやつミウナ来ましたね。ミウナなんですけれど、まあもうすでに持ってるので、まあ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 いいんじゃないですか。で、これで来たんですが、次はこっち、こっち行きますよ。はい、これね、今これもう星5ユニット1体確定、またこれ確定のやつなんだよな、またこれ確定のやつなんで、行きましょう。はい、まず無償の方から使われていくんでね。いや、もうこのためにまた課金しちゃいましたよ。いや、このゲームね、なんだろう、課金すれば確実に出るっていうところでね、この赤いのがいいよね、赤いのいいよね。よっしゃー、2体来たー、よっしゃー、よーし。あ、こいつは侍のやつだったかな、確か。なんて言ったっけな、僕も知らないキャラ結構いるので。さあ次ですよ、ここここ、これこれこれ、刹那とか来たらマジ。あー、あ、こいつよくランキング乗ってくるやつだな、ユニットランキング乗ってくるやつだな。ほう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 、ちょっと見ましょうか。ちょ、君いいから、そういうのいいから、そういうのいいから、クラフターと君とか使わないから、いいからいいからあのね、そうで、このゲームさ、そのガチャのキャラもそうなんだけど、貫突できるくらいのその、まあ、イベントのキャラっていうのもなかなかね、有能だなって思って。来たね来たね来たね。まずこいつが、え、鈴鹿ですね、こいつ。あ、仏光50、あら、仏光50、へえ、なるほどね。サムネ、ダークナイト、光のダークナイト、どうなのどうなのそれって。まあいいでしょう。まあ侍はね、その反撃系がとても強いですから。それからメインファンですね、光ユニットの HP50%。 あー、なるほど、光マーシャルマスターってやつね。なるほどね。ユニットランキング最近ね、よく見るんだけど、ちょっとユニットランキング見ようか。ユニットランキングで確かいたような、あれいなかったっけ。あ、いたいた、メインファン、マーシャルマスターいますね。光じゃね、雷か、雷でいるけども、まあフィアとかいたら一緒に使うのがいいのかなと思いつつね、思っているんですけれども、まあ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 、とりあえず僕は今ね、風が欲しいで、これね、さっき言ったけどフェイリンね、こいつあのイベントのキャラで今貫突目指そうと思えばいけるんだろうけど、今僕もちょっと目指しているんですが、やっぱ風が僕最近来てるなって。アハとリーダーにして、でね、あの刹那とかもね、こう HP30% 上がってるので、仏棒仏光どっちもね 20% ずつ上がってっていうところで、でネクロマンサーと合わせて、でセーダも使いつつみたいな、そんな感じでね、風押しでいきたいかなみたいな感じでね、思っているんですが、まあじゃあ最後もう10連いきましょうか。もう10連の方はですね、
あーこっち引いてもいいけど、とりあえずこれですね。これピックアップ1体確定ですよ。ここまでやっとここまで来た、ステップ3まで。さあここでセーダもしくはまあでもまあまあまあセーダ来てほしいかな。僕の中では、僕の中ではこれ来てほしいかなと。よし1体確定ですから、もうここでね赤くなるのが嬉しいですよ。ここで真っ赤に、はい、なりますね。これいいですねさあどうなの、何体来る。およし2体、よーし1体出るだけでも全然嬉しいけど、2体来るのいいな。よーいセーダー、セーダね、やっぱね射程がね2プラスの1で、あの結構射程あってね便利です。イベント回ったりとか便利だね。通常攻撃の射程長いやつは本当に便利だなと思いますよ。未だにだから僕クラージとかさ、火のスナイパー使ってんだけど、いいのかな火のスナイパープラス、確かスナイパープラスが出たんだよね確かね。だからそのキャラも欲しいなと思うんだけど、さあ次ですよ。さあ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 、オーティマとかでも嬉しいよ。オーティマも嬉しいよ。セーダーいや来すぎじゃないですか。おい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 、来すぎだろお前マジか。うれ、いや嬉しいよ、いや嬉しい嬉しい嬉しい、やったー、いや地味に嬉しいな、マジか、やったね。はぁ、あ、1900残ってる、1900残ってるな。今これステップ4で何が出んの、ステップ4で、うわー迷うな。ピックアップでしょ、ピックアップなんでしょこれ、ピックアップなんでしょ。何が出やすくなってんの。あーなるほど、ドロシアも嬉しいんだよな、ドロシアも嬉しいんだよな。正直最近ドロシアすごい使ってるから嬉しいんだよな。刹那も嬉しい、でも 0.084、え、ぶっちゃけね武器もね必要だなと思うんだよ。武器も必要なんだけど、うーん、まあここは行くでしょ、行くでしょ、ここで引かなきゃ男じゃねえわな。はい40連目、引きすぎかなこれ、これ引きすぎかな、これ引かない方が良かったオチかな。やめて、うわやめてくれやめてくれ、まあでもね正直確定じゃない時はこんなのばっかよ、こんなのばっか、うん、こんなのばっかですよ、うん、正直ねこんなもんです。だからね、まあ、いやでも確定まで持ってこさせるのうまいよな、確定までやれば出るんだもん、うまい商法ですよ、ずるいよこんなん、引いちゃうじゃんこんなんね、ずるいずるい、もう正直もう貫突いけんじゃねえのこの辺結構引いてっから貫突いけそうなキャラが数体いるんだが、てなわけで、今回はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。だいぶですね、セーダがポンポン出ましたね、うん出ましたね。おーこれいいね、とりあえずいけますね、とりあえず10凸までいけますな、これ嬉しいね。でまあこの騎士の方上げたいんだけど、こっちがまあなかなかちょっと大変なので、まあ、こっちやればいいんだけど、とりあえずこれを回しつつ上げていこうかなというふうに思います。あこっちでいけるんだ、カウントダウンのこれ、え何こっちで取れんの、あ本当に、じゃあこれ上げたいですね。でまあ今僕目指してるのは、この子、フェイリンの、かけらを集めてちょっとなんとか頑張って貫突目指したいなと。あと12日だったかなイベントが来てますので、この子ねネクロマンサー、風の、ね、ネクロマンサーなのでかなり使い勝手はいいんじゃないかなと。ただねまあ今ちょっとジョブアビリティ上げてないんだけど、アビリティ見る限りねどれをつけるかなってちょっと思ってて、アンコールとかつけてもね、デバフ効果ターンを増加ってところで、まあまあまあそうなんですよ、ネクロマンサーってデバフ系がね多いな、まあご存知の通りなんですが、ドンムーブだとかさ、あこれデバフか、これ違うな、攻撃力何ターンか落とすとかさ、この水耐性を3ターン下げるとか非耐性3ターンとか下げるっていう、このデバフ系の多分時間が伸びるので、まあこれが安定なのかなって、なんじゃないかなとは思ってるんですが、まあこの侍の方のね、侍として使うのもどうなのかなと思うんだけど、侍の方の、まあ、その反撃する時の反撃強化っていうのも捨てがたいっちゃ捨てがたい、まあ仏棒がアップして生きやすくなるっていうのはね、これもいいのかなって、まあ、こっちでいいのかなとは思うんだけど、まあまあまあどちらつけるかはちょっとまあその人それぞれ、デバフ要因メインで使うならそっちだけども、まあ
火力というか、まあ生き残りやすくしたいならこっち、あでもこっちつけるかな多分な、ワンチャンその反撃をねするとき、でも反撃をつけるってなるとこっちをつけたいってなるんだけど、あのやっぱジュエルも欲しいからこっちになるかなとかも非ダメージ時に確率でジュエルを吸収、これねこれのまあ回復量による感じかな。あとは鎌研ぎで素早さ上げて、これね便利なんですよ、やっぱ回心も上がってね、素早さ上がると行動もね増えるから、素早さ上げるって結構このゲーム重要だなってね、手番回ってこないんで敵にそれすごく重要だなと思うんですが、まあとりあえずあのこんな感じでね進めてるということで、今回はこんな感じで200万人ね突破ね、おめでとうございます。今後とも僕はねあのこのゲームガシガシやっていこうと思いますのでね、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録、それからツイッターのフォローとと待ってますのでよろしくお願いします。グッドボタンもよろしく。それでは次回お楽しみに。グッドバイバイバイ。